ゆうたくんお断りです。おはようございます。マクールさん、カッパイスありがとう。やっほー、今日もちょっとメイクをさせてもらいます。おしゃべりしながら、おしゃべりメイクだよ。トゥルルトゥ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 ルルトゥ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 ルルトゥ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 ルトゥトゥ。中優さん、ハート、しんちゃんさん、BD マンさん、ヒロさん、カップアイス、浦部さん、カップアイス、まっちゃんです、お断りです。バラちゃん、バラ、大吉さん、ハートありがとう。トールさん、カップアイスありがとう。おはようございます。今日はとっても眠たくてあのような投稿をしました。福ちゃん、カップアイス、ゼータン、カップアイス、おだしさん、バラちゃん、ハート、春坊さん、ハートありがとう。おはようございます。わー、ちゃんと寝れました。なんかね、配信終わってからいろいろ覚えることとかやってたら遅くなっちゃったけど、ちゃんと寝れはしました。走るさん、ハート、クアドリさん、チョコラブさん、カップアイスありがとう。ありがとうございます。おはよう。ゆきりんさん、まだ読めてない。ちょっとね、ちょっとしばらく読めなさそうな気もしてます。覚えることを先に、やることをやらなきゃいけないから、まだ空き時間を見つけて読めたいと思います。睡眠と覚えること優先なので、今そう、コンサート関連のことやらないといけないので、ちょっとじっくりはまだ厳しそう。配信時間ぐらいにしか、配信時間にチラ見したレベルしかまだ読めてません。では読みます、ちょっと。うん、塗りすぎた、今日も毎日塗りすぎてるって昨日も言ったのに、また塗りすぎました。いや、もうやばいやばい、塗りすぎよ、さすがに。余分な分をちょっと、余分な分取ります。これに染み込ませます。塗りすぎ塗りすぎ。マー君お断り。時すでにお寿司さん、ハート、安部さん、時すでにお寿司さん、陣内さん、カッパイさん、ありがとうございます。としさん、ラブレター、かいちゃん、ハートありがとう。あっちゃさん、ラブレター。デサイスハートさん、クックさん、カップアイス、こうさんお断りです。福太郎さん、カップアイス、たかしんさん、花束ありがとう。今さかのぼり中。かつやさん、土方歳三さん、カップアイスありがとうございます。コカジアさん、アルテミスさん、ハート、いっちゃんハート、ミキヤくんハート、あきもさん、カップアイス、としやさん、バラ、ありがとうございます。おはよう、みんなもおはよう。みんなはパセリおはようって言ってくれるのに、私はみんなおはようってしか言わなくてなんだけど、おはよう。ひともとめみたいになっててごめんだけど、おはよう。一人一人におはようで。塗りすぎた。いやー、下地塗りすぎ問題。はい。大城さん、カップアイス、バラちゃん、カップアイスありがとう。かいちゃん、お断りです。おはよう。今日寒かったから、今毛布を、ちょっと薄めの毛布を洗濯してて、今日の夜には毛布をかぶって寝れます。洗濯が終わったらちょっと一瞬ピュッと箸に行かなきゃ。苦渋の決断で下をタップしました。眠たいアンケート、もう眠いしか選択肢はありません。寝不足だと思って、みんなも
まもるさん、瀬戸内のミニマロンさん、カッパイスありがとう。しょうさん、カッパイスありがとう。おはよう。どうもおはようございます。えいえいえい、なんで上が人気なんだろう。もう眠いと眠たくないって脳みそが勝手に判断してさ、上を押すのかな。なんでなんだろう。プーさん、カッパイスありがとう。ピョン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 、塗りすぎた、またまあいいや。大は小を兼ねる、足りないよりマシだわ、きっと。おはよう。テキサスのロンスターさん、カッパイスありがとう。あ、夜配信ありますよ。夜も配信あります。今日早寝したい、明日早い気がするから。今日も早起きだったけど、明日も早い気がするから、ちょっと睡眠も取りたいけど、覚えることもあるから、何時になるか分かんないけどって感じです。いろいろ優先順位をつけないと、汗汗ならないように前もってやっとかなきゃだから、ちょっとって感じです。鼻先がテカってる？これは今まだ塗ってないからですよ。今伸ばして叩いてます。叩いてるからまだ塗ってる途中だからだよ。ポン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 、おはようございます。ポン、たしやさん、バラありがとう。西東京太郎さん、ハートありがとう。こっちゃん、ハートありがとう。はい、仕事に行きます。頑張って、一日頑張りましょう。私も頑張ります。頑張る。おみかんさん、カップアイスありがとう。パニーさん、ハートありがとう。なんで先からみんなリって言うのかなと思ったら定型文じゃん。なんで急にみんななんか若者言葉で了解みたいなことを言ってんだろう。誰かメンバーに教わったのかな。でも今時リとか使う人そんないないけどなと思ったら自分の定型文でした。コナンさん、カップアイス。パニーさん、ハートありがとう。なんかめっちゃみんな了解するやんと思った。違ったわ。ヨシカナさん、カップアイスありがとう。神戸のヒッキーさん、カップアイスありがとう。私のあの配信側の画面からは定型文をね見れないんですよ、何にしてるか。だから忘れちゃって忘れてしまうんですね。だからみんなが、昨日から思ってたんですよ。やたらみんななんか了解したがるやんと思って、あーそっか、ブームなんかなって、ブームがまた来たんかな、リっていうさ、いうブーム、また、まあ、時代を巡るっていうしなとか思った。違った、全然違いました。自分のせいでした、すいません。なんでだろうなと思って。ジャイアントコーン、やばい、1個前の1個前のパセの定型文だ。それでは眉毛を描いていきたいと思います。まずは眉毛を整えます。眉毛を毛並みに沿ってブラッシングいたします。そういたしましたら、まずは眉尻を描いていきたいと思います。
イタチさんハートありがとう。ロデムさんもハートありがとう。みんなも準備しながら見てください。もう朝の忙しい時間帯にごめんよ。ちゃんと朝ごはん食べていくんだよ。バスの朝ごはんはバナナとヨーグルトです。みんなもりもりお食べなさいね。眉毛、眉毛は気を抜くと濃くなっちゃうから、薄く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 ぼかすぼかすぼかす、薄く薄くぼかすぼかすで描きます。ヨーグルトはパルテノです。もうパルテノ、毎日パルテノ、パルテノまとめ買い女です。でもあんまりコンビニとかはないんですよ、パルテノ。だからそういう時は追い越す。パルテノ、パルテノ。ああ濃いよ、濃くなってるよ。陣内さんファイトありがとう。応援されたから頑張っちゃおう。眉毛描くの頑張っちゃおう。おかかごはんさんカップアイスありがとう。眉毛ふさふさ眉毛、はい、眉毛の大体の輪郭が出来上がりましたので、続きましてショートコント、眉毛のパウダーです。マチョルさんハートありがとう。眉毛のパウダーの儀に入ります。なんか鏡見るよりショールームのとこで見たら客観的に分かりそう。はい、このこの眉頭を塗ります。多分 OK です。続きましてプログラム3番、6年生による眉マスカラです。おはよう。人笑いなかったね。運動会になります。おはよう。眉毛に眉毛の色をなくします。眉毛の存在感をなくしていきます。まずは毛の裏側を塗って毛を、毛の表側を塗ります。今日は南さんの生誕祭なので、その生誕が終わってからの配信になるかなと思います。夜はね、きっとそうだと思います。朝生テレビさんだるまありがとう、ハートもありがとう。続きまして、続いての競技、熊隠しです。あー熊隠しです。青組さん頑張ってください。白組さんが青組さんのクマを証拠隠滅しました。ほくろも消します。ほくろは存在しないものとして扱っていきます。最近よく消し忘れています。トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥ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 はい、頑張れパズリー。ほくろの存在意義、え、ほくろって何であるんですか。どうしてほくろというものが生まれたんだろう。ほくろって何なの。シミの延長線、シミのなんか上位互換みたいな感じなのかな。シミ界のプリンセス的な。なんでほくろってあるんだろうって思うけど、みんなは思わないですか。
キョンシュさん、花束ありがとうございます。私は昔から顔にあったここの、今消したここのほくろがいらないなと思って、昔学生の頃にほくろを取ってみようと思ってほじくったことがあるんですよ、ほくろを。でもまた生えてきました。ほくろってさ、取ろうと思ってもさ、根元からもういるから、やっぱもう無理なんよ、根付いてるんですよ。なんでほくろってあるの？どうしていらんくない？顔を見分けるためにあんのかな。どうしてなんですか？私は多分今バカな質問してると思う。みんな忘れ、朝から何言ってんだろうって思ってると。ダーソクさんありがとう、キョンシュさん花束ありがとう。タタタンタタタンタタタタタンタタンタタンタンタン。タタ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 タ。はい、ほくろ隠し、ほくろ隠しじゃない、ほくろじゃなくてクマ隠し終わりました。ぐるぐるさん、ハート、としひろさん、カッパイスありがとう。でもほくろってさ、覚えてもらうこともあるよね。ここの目の下とかあったらさ、だから必ずしもほくろが開くとは限りません。ほくろがそういうチャームポイントの人もいるだろうけど、パセのさ、パセが目の下にさ、アイシャドウ塗る時のブラシが消えたの。どこ行ったんだろう。取りましたかも。あれ、おはよう。ゴンベンさん、花束ありがとう。パーコのアイシャドウブラシ、迷子のお知らせです。お尻の下ないよ、今触ったけど。どこ行ったんだろう。昨日の朝配信で使ったんですよ。それ覚えてんの。え、あっちに置いたかな。なさそう。指で塗りましょう。いや、ありました、ミッキー隠れてた、ありました。チャ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 。さ、トシさん、ハートありがとう。タカヒーロータカさん、カップアイスありがとう。みんなおはよう。あ、洗濯物が終わった音がする。みんなちょっと、パセリは毛布を洗濯してて、毛布生乾き臭になったら毎晩毎晩もう苦しみながら眠りにつくことになるから、ちょっと申し訳ないんですけど、毛布を一瞬30秒で帰ってきます。30秒以内には帰ってきます。行ってきます。プログラム5番、パセリによる毛布干しです。スタート。すいません、無事に着きました。数えてたけど30過ぎてた。あ、やばい、ミラーボールのやつが始まっちゃった。リコちゃんの、よしひろさん、ミラーボールありがとう。ひろつさん、音符ありがとう。なんかメロディー奏でられてる。おいしろさん、カッパイス。忘れっぽいもちさん、ハートありがとう。元気いっぱいです今日。ただいま無事に毛布を干せましたので、今日の夜はぐっすり眠れます。よかった。
へえ。じゃあプログラム6番、目の偽造です。目がここまであるかのように見せるという技でございます。あ、失敗しました。うっかりあんこさん、お断り。ぶんさん、ありがとう。あー、なんかさ、なんかさ、私のことをよく知らなくてさ、年齢、あー、パセリが最年長なんだ、ユミリンが卒業したらパセリが最年長かとか思ってる人が今日の最新見たら落ち着きがないなと思いそう。まあいつもか。まあそういう関係ないか、グループの中で年が高いだけ。落ち着きがないのは昔からでした。会社着いた？なんだと？労働ってことですか。亀さん、カップアイスありがとう。暑くなってきた、走ったから。行ってきます。頑張って、頑張って。何か社会のために、今日も頑張って経済回しちゃってください。経済を回してください。今まつげハサミ脱ぎです。まつげを挟んでまつげが長いように偽造するっていう儀。早く松葉に行きたいです。はい、まつげができました。おはようございます。え、目覚まし占いかと思ったら今日のワンコだった。今日のワンコ6806番、神奈川県。ヘリアスミさん、だるま。森健銀河さん、カップアイスありがとう。今日は8時半付近まで予定、配信予定。プーさん、お化けありがとう。今日のワンコ、ワンコなんかおしゃれワンコだ。まあ、これは何の餌なの？ワンコのご飯タイム見てます。今緑のご飯食べてドッグフード。203、じゅんさん、カップアイスありがとう。もうみんな働きに行く時間なんですか？何時起きなの？何時起きなんですか？早っ。あ、もう終えてきたの？一仕事。やばい。地球のために、社会のために貢献しすぎてる。それは私はね、朝から朝風呂しました。昨日もう覚え事尽くしてたら、あ、もう寝なきゃってなって、一旦顔だけ、メイクだけ落とそう、メイクは落として寝てしまったので、ちゃんとモコモコパジャマに着替えるまではできたんですけど、もう無理やって、ドライヤーできんって思ったけど、一旦寝てみた。だから朝起きて、はぁーって後悔した。どっちがいいんだろうね。目が覚めるじゃないですか、お風呂入った方が。だから朝から入る方が効率はいいかもしれない。寝癖も直さなくていいし。2時起き？早っ。早っ早っ早っ。おはよう。前髪ありがいい？今メイク中だからちょっと待ってね。乾かし中なの。中なんだ。別にこれ、一回これで出かけようかな今日。これで行こうかな。もう前髪邪魔邪魔なので。ひょー。睡眠のためには先に入った方がいい。やっぱりそう。
なんかお風呂入った時の方がぐっすり寝れてるなという気はしてました。今日もねアラームがずっと鳴っててさ、ぴょん、わらびもっちーさんハートありがとう。仕事頑張ってください。私も頑張ります。うん、ゆみりんさん卒コンまであと何日ですか。あと半月ぐらい。いや今日はでもまだ今日は10、うん、今日は11、今日11だから12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23日、あと23日でゆみりんさんの卒コンなので、鼻ができましたよ。みんなが気を抜いてる隙にパセリが鼻を作りました。バラちゃんハートありがとう。あ、じゃんけん何出す。え、じゃんけんは、パセリのパーで、パセリのパーにします。目覚ましじゃんけん、あと30秒らしい。今天気予報してるよ。みんな天気予報見とき、寒暖差あるから見とき、服装選びの参考に。今日の広島晴れのち曇りらしい。26度言ってます。東京24度って言ってるよ。札幌は18度って言ってます。目覚ましじゃんけん来る。占いは？占いない？目覚ましじゃんけん、じゃんけん、パセリのパ。わあ、おそろっちになっちゃった。おそろっちでした。おはよう。鼻のとこをピカピカにします。占い来る？本当？今日の予想は、6位。あれ占い来ないよ。もし6位予想でファイナルアンサーです。来い占い来い。この前は12位でした。ん、11位だったか。あれ始まったよ。みんな占い始まったよ。1乙女座。お、お母さん乙女座。そうそう来い。2位だって。同世代から将来のヒント、お金の使い方の見直しをポイント、方位磁石って言われました。方位磁石とか持ってないや。ズーデスさんカップアイスありがとう。方位磁石を今日買ったとしてもさ、今日のラッキーパーソンだから明日以降はダメなんだよ。むず。お金の使い方を見直せって言われました、占いに。私の何を知ってるんだ占いは。きっとアイスのことでしょう。アイスほどほどにしろよって言われた。アイスにかけるお金でもっと社会の役に立てることがあるんじゃないって多分言ってる占いが。そのお金もっと何かしら有益に使った方がいいんじゃないって言ってた。アプリにあんの？あれか。え、あるね、入ってるね、 iPhone にね、もっともっと。じゃあ今日はずっと踊ってる間ずっとそれ見とくか。あ、私は今北向きに踊ってるわとか思って見た。おはよう。みんなは何でしたか？ラッキーパーソンみたいな、ラッキーポイントみたいなやつ。サソリ座は方位磁石でした。クロさんカッパイスありがとう。ハートもありがとう。そうじゃ、恵方巻きの時に使ってるわ毎年。方位磁石、方位磁石、方位地震。おはよう。別に今日は踊るだけだからそんなメイクをしなくてもいいんだけど、どうしよう。
どうしよう。じゃあ唇を縁取っていこう。唇を描きます。はい、ファスは富士山唇なんですよ。こういうなんていうの、このなんか保育園児とかが描くいつの唇わかりますか？トゲトゲの唇をもともとしてるから、それをぴょんぴょんってやって、おはようしたら、このリップでできたように、いやーってやってパッてやって終わりです。テキサスのロンスターさん、バラありがとう、おはようございます。完成です。イエーイ。嘘です、完成じゃないです、嘘つきました。粉をパタ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 して完成です。パタパタパタ、おはようございます。ところてんさん、ハートありがとう。みんなもパタパタしとき、かまちゃん、カッパエスありがとう、おはよう、おはようございます、パ、おはよう。ああ、うん、もうみんないなくなる、8時になったから、いやー頑張ってください一日、おはようございます。アブサタン、カッパイスありがとう、おはよう、みんなおはよう、今日も元気に頑張りましょう。いなくなる人もいれば、今起きてきた方とかいる。あ、塗りすぎた。塗りすぎちゃった。やばい。白。頑張って一日、頑張っていこう。今日も元気に、別に元気じゃなくていいけど、心は別にね、人それぞれでいいけど、元気に見える風に頑張っていきましょう。おし、おはよう。今日みんなみさん誕生日ですよ、おめでたい。みなみさんのお誕生日です、ね、みなみさん。ということはもうそろそろパセイの誕生日ってこと。 LINE 送りましたよ、もちろん、もちろんです。なんならもう昨日もあったし今日も会うけど、 LINE 送りましたよ、直接も言います、おめでとう。アッスーさん、ハートありがとう。アツオさん、タコありがとう、ありがとうございます。なんか STU ってさ、パッと見だと年齢わかんないよね。あ、私が言うなって感じかもだけど、ヤンコとかもうどう見てもヤンヤンとモモちゃんは同じぐらいと思うじゃん。初見だと絶対年齢順に並べようって言われてもきっと難し
マコバヤさん、ハート、ミツさん、カップアイスありがとう、ありがとうございます、おはようございます。なんかすごい大変なニュースしてるわ。おはよう。もうすぐ誕生日、誕生日まであと1ヶ月ぐらい。なんかこれやっとけがあったら教えといてくださいね。毎年言うけどさ、毎年毎年何したらいいんだろうって思うけど、特に思いつかないんだよね。とりあえずお腹いっぱいお肉を食べよう。胃もたれ、もう胃もたれさ、胃もたれって絶対年齢とかの問題じゃないじゃないですか。10代のメンバーでも胃もたれとか言ってるから、きっと年齢は関係ないけど、まあね、食べとくに越したことはない。ごっちゃん、ハートありがとう。ぬこどのさん、帽子ありがとう。何にしようね。ニコニコの25、ニコニコしときゃいいか。クロさんありがとう。サインを変える、ちゃんとスタッフさんに許可取らんといけんよ。それ前勝手に変えて怒られてるの見たことあるから、絶対に変えれません。いろいろあるんだろうね、グッズとかでさ、サインしたやつがもう使えなくなったりするから、勝手に変えて、変えたでしょって言われてる目は見たことあるっけ。ダメです。アイス2個食べる、昨日は2個食べた、最近2個、多くて2個になってきた。もう1個で満足できる体になってきた。最近やっと量より質っていうことが分かってきたよ。やっとね、遅いけどやっと分かりました。量より質です、アイスクリーム。でもいっぱい食べちゃうときは食べちゃうけど、成長してるわ。もうみんなお仕事頑張って、いってらっしゃい、気をつけて、はよ。メイクブラシをもう変えようかな、新しくしようかな。このオレンジのメイクブラシから、この白の100円ショップのメイクブラシ、世代交代をしたいと思います。それでは壇上にお上がりください。じゃーん、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 じゃーん。チェンジ、おはよう。ぴょこにボイシありがとう。10代の妹たらただの食べ過ぎ、おもろい。確かに焼肉行って食べ過ぎたらそれは妹たれするわなって感じですよね。本当だわ、そうじゃん、絶対それは食べ過ぎじゃんね。確かにその発想はなかった。シンプルにそうだよね、食べ過ぎたら誰だって胃もたれするしね。ああ、なんかさ、大人の人がよく胃もたれするわ、焼肉屋行ったらもうカルビは胃もたれだわって言ってるけどさ、それももしかすると違うかもしれんってこと。お酒とか昼ご飯が残ってるとかって。でも揚げ物芋ったりするよな、確かに。
どんどん小食になるってことか。大人って生きづら、大変やな大人は。私はまだ子供だな。食の好み変わるかな。でも食の好み変わってもひよこ豆を好きになることはない気がするんですよね。わかんないよね。おはよう。たこ焼き60個食べてお腹痛くなったことがあります。たこ焼き60個は銀だこで5船ってこと？ 5 か6ってこと？そりゃもう無理や。1個で結構満足じゃない？たこ焼き12個入りとかで、10個入りとかでも満足です。やっぱ量より質だな。量も質もその場合はあるけど、銀だこは量があるからって質が落ちるわけではないけど、やっぱ一個一個味わって食べた方がいいってこと。左利きの招き猫さん、カップアイスありがとう。カルビー、私は焼肉行ってもさ、食べ放題とかしか行ったことがないけん、机に運ばれてくるときはもう一気に来るから、何が何の肉か分からず食べてるんですよ。焼いたら分かんないじゃないですか、あんまりこれ何だったっけみたいな、だからどれがカルビなのかとか分からず食べてたから。そうか、じゃあカルビ食べるね、誕生日までに。安兵衛さん、タコありがとう。一個一個ゆっくり食べよう。回転寿司は7皿ぐらい、頑張れば11皿だったっけ。イモステレビ七並べの焼肉はまだです。あのスケジュール調整中って言われた。メンバーがみんな行ける日がもうね、あのね、パセがこの前、昨日、一昨日メールで送ったじゃないですか。したらみんな励まそうとしてくれて、あのフェスとか出てるじゃんって言ってくれたんですけど、違うよパセが言いたいことは。そうじゃないんですよ、もうそれはみんな他のメンバーも同じ出てるから、それ以外も頑張ってて、ココアさんとかさ、ユミリンさんとか、広島東京とかあちこち行ったりとか、みんないろいろ番組とか持ってたりするよって話だったんですけど、うまく伝わらなかった。おはよう。お高い焼肉屋さん行けるかな、行ってみたいです。七並べでも七並べさんにちょっと負担かけちゃうから控えめに食べますね、決まったら。おはよう。会社へ行ってきます。やばい、本日はめちゃくちゃ可愛いですね、ありがとうございます。おはようございます。社会へ行ってきます。やばい、会社かと思った、社会へ行ってくるそうです。頑張って理念みたい。おはようございます、お疲れ様です、こんばんはみたいなやつ、ありがとうございます。おはよう。どうだろう、映像とか、いやでもどうでしょうね、どうなん、網交換。確かに網交換どんぐらいするだろうね。いっぱい食べたいな、でもせっかくなら自分じゃいけないから、どうでしょうか。
のさできるのかなと思って、みんな忙しい、特にユミリンさんとか卒コンまで、あのシングルのリリースとかで取材とかもさありそうじゃないですか。そう思ったら卒コン終わるまでないのかなと思うし、まだかもしれない、ありそうな気配ないもん。卒コン終わって卒コンの日に辞めるわけじゃないから、まだきっと公演とかもあるだろうし、だから全然今月じゃなくてもいけるとは思います。なんなら卒業された後の方が落ち着いてるかもだし、全然待ちます、待っちゃいます。おはよう、私は待つよ、焼肉のために、美味しい焼肉を食べるために待ちます。今は17分、みんな17分だけど大丈夫ですか？乗り過ごしてませんか？寝坊してませんか？朝ごはんレンジに入れたまんまじゃないですか？夜家に帰ってきて温めようとして、あ、朝入れっぱなしだった、ないですか？大丈夫かい？確かにユミリンさんとかどれくらい食べるかわからない、未知だ。前オキさんとね焼肉行った時はね2人でめっちゃ食べました食べ放題だったからいっぱいもり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 に食べた。おはよう、しんちゃんさんハートありがとう。体験談、いや体験あるかな、経験したことある気もする、1回ぐらいはあった気もする、入れっぱなしで、あ、いや実家の頃とかあった気がするけど、家族のやつかな、どうだったかな。確かにニンニク、ニンニクって目にある焼肉屋さんだ、ユミリンさんチューブのニンニク食べてる。タカヒーロータカさんカップアイスありがとう。え、芋入れっぱなしあったことあったっけ、そんなことあったっけ、全然覚えてない。え、あったっけ、そんな私ですかそれ、本当にあちこち行ってるから違うメンバーじゃなくて本当に私、全然記憶にございません。おはよう、仕事戻る、頑張って。はい、と本当？私あったっけ？嘘だ。うん、あったような気もしてきた。でもなかった気もしてきた。うん。記憶がもう、もう最近ダメ、記憶がもうダメ。うわぁ。坂道さん、だるま、ゆきさん、ハートありがとうございます。坂道さん、帽子もありがとうございます。おはようございます。ユッキーさんハートありがとう。定型文変えよう、この配信が終わったら何にしよっかな、次の定型文、定型今変えようかな、あと10分で配信終わっちゃう。確かにね、記憶がなんかさ良すぎる人ってさ恥ずかしい記憶とか嫌な記憶も残るから嫌だよね。私も記憶いい方だったんですよ。でも恥ずかしいこととかさ、なんか失敗したこととかを覚えちゃうからめっちゃ嫌で、嫌だなと思ったけど、でも記憶力がいいのはすごくいいことだった。忘れたいことは誰しも5つや6つぐらいあるなかなかに多い。私の忘れたいことはなんだろうな、ショールームでお腹をよく鳴らしてしまうことと、あとなんだろうな、私が消し去りたい過去は、
ありすぎますね。もっとああしとけばよかったこうしとけばよかったはたくさんあるけど、そういうことじゃないじゃん、記憶力の問題でしょ。なんだろうな、これ早く忘れたい。うーん、なんだろうな、なんか急にあの時出しゃばっちゃったな恥ずかしいみたいなのはめっちゃある。あの時もっとおとなしくしときゃよかったのになんか人の会話に勝手に入ってて、え、それそうだっけとか言ったらその話じゃなかったみたいな、そういうのとか。ちょっと今ね定休分帰ってるからちょっと待ってね。リーベンさん、カップアイスありがとう。みんなもあるよね、恥ずかしい思い出とか。まあそんなもんだ。よし、定型文ピッ。まるさん、ハート、カップアイスありがとう。ね、あるよな、まあ、恥ずかしいこともあるけど頑張って生きていこう。そんな気持ちを歌った曲です。聴いてください。夕日を見ているか、絶対そんな曲じゃない。おはよう。あー、前髪ねじっちゃったけどダメだ。パセリ、このあとこのあと前髪を作ること忘れてた。邪魔だなと思ってねじっちゃった。かっくんワイプさん、カップアイスありがとう。あ、アイスあげてから仕事行きます。やばい、なんか餌付けされちゃった助かります、今日一日生きれます、ありがとう。まるともちゃん、お化けありがとうアイスあげてから仕事行きます、おもろすぎるもう義務化しとるやん、そんな。リベンさん、だるまありがとうじわじわくる、アイスあげてから仕事行きますおもろ。おはよう、まるともちゃん、ボイシーありがとう。これハロウィンまである、このギフトって。まだまだ長いってこと、このギフトの命は。いつもさ1週間とか2週間とかでギフト変わったりするじゃん、気づいたら。これはまだまだいてくれるの、勝手にいなくならないですか、このギフト。え、ハロウィン、ハロウィンじゃん今月。何するんですか、みんなは。何すんの、ハロウィン。私は別に何もしない、きっとリハーサルとかです。グリーンアリーナのリハーサルとか言ってると思うけど、あと2週間後、3週間後ハロウィンだけど、みんなお菓子とかあげたりもらったりするの。おはよう。トゥルトゥトゥトゥルトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥ。スーパー行ったらめっちゃあるよね、ハロウィンパッケージのお菓子たち。いたずらすんの、いたずらの域にしといてよ。もうなんかいたずら同行してもういろいろと大変みたいな、周り巻き込みすぎて朝の情報番組で流れちゃうとかダメだからね。早いね、もう10月だってさ、早っ。カップアイスが季節枠で一人ぼっち、そうか、そうだよね。私がアイスクイーンになったからってこと、私がアイスクイーンになったせいでカップアイスのギフトを苦しめていって
いるかもしれません。これなんて言うんだっけ、なんとか構文ってあるよね、お母さん構文みたいなさあるよね、芸人さんのやつで、なんか一時期さ、先月先々月くらいとかよくネットで見かけた、必須構文か、それだ。仮装、何の仮装すんの、私何の仮装しようかな。なんか毎年さ、お話し会、オンラインのお話し会がこの時期あったけど、今回もう11月が最初だからハロウィンないんですけど、何が、何だろうね、何がやりやすいんだろう。一番ウォーリーとか、ウォーリーがいいんじゃない、赤と白のボーダーの服買ってメガネかけて、猫四つん這いで歩くか、地味ハロウィンしようや地味ハロウィン好きよ私。地味ハロウィンの話夜配信でやろう。ちょっともう配信終わる時間でした、気づいたら。夜の配信は地味ハロウィンです。トークテーマ決まりました。ネットで過去の地味ハロウィンの仮装の方を調べて、これいいね、これはどうかなという話し合うという回です。だからもし混ざりたいと思ったら来てください。やしちさん、アイス、カクアイプさん、カップアイスありがとう。忘れそう、忘れそうだよ、地味ハロウィンのこと覚えといてください。私はもう覚えること多分今日いっぱいで、うわーって帰ってきて、お疲れ様ですって魂抜けてるかも。だからみんながパセリ、地味ハロウィンの話だよって言っといて、忘れそう、覚えとくね。それでは壇上を読みたいと思います。13位タカヒーロタカさん、12位アツオさん、11位ジンライさん、10位マチャルさん、9位ミツさん、8位クワドリさん、7位しんちゃんさん、6位アッチャさん、5位ヤスベイさん、4位プーさん、3位ヨシヒロさん、2位マルトモちゃん、1位ユータくん、ありがとうございます。ありがとう。それでは確かに定型文に入れとこう、地味ハロウィン。また夜配信でこの後おはようメール送ります。9時過ぎに届くようになってると思います。書きます。バイバーイ、見てくれてありがとう朝から。またねー。